さんこんにちは、ちです。今日はですね、この間ね、ブンブンのイベントの時に、イベントが終わってから15,000〜16,000分買い物をして帰ったんですよ。何を買ったか、めちゃくちゃもう実用的なものしか買ってないので、何を買ったか購入品紹介からね、やっていこうと思います。まず小物、まあ LINE とかからかな。まあ、今日これまだ巻いてないんですけど、ナイロンライン、ビッグベイト用のナイロンライン、ウルトラ GTR のナイロンの25ポンド。これはもうほんとビッグベイト用で、まあ、バラムだったり、ダウスイの8240とか、用に買いました。はい。カバー内用で、C がフロロリミテッドのハードですね。これ初めて使うんですけど、ハードの16ポンドとあと14ポンドを買って、もうすでに巻いてます。MH214 で、ヘビーロッドの方に16ポンドをもう巻いてきました。ちょっと初めて、いつもフロロリミテッドの白いタイプのやつをずっと使ってたんですけど、ちょっとハードタイプも使ってみようかなっていう。後ろにね、中上級者向けに作りましたみたいな。ハードタイプのラインに慣れていないアングラーの方ご注意くださいって。結構ライントラブルが生じやすくなってるって書いてあるので、ちょっとね、どういう感じなのか、まあ試しで使ってみようかなと思います。でもハードだから感度はいいと思うし、結構強いカバーも打ちやすい、臆せず打てるのかなと思って。はい。で次がこれですね。これね、一個一個ね分かれてるタイプのやつです。これ進化入れですね。なんか進化入れ使ってたやつが、これを使ってたんですけど、ここがもうね、ボロボロになっちゃって。で、ほら、ここもね、ちょっと弱くなっちゃって、めちゃくちゃ使ってたから。だからちょっと新しく買い直しました。でね、いつもこうなるんですよ。最初はもうすごいちょうどよかったんですけど、調子よかったんだけど、だんだん、多分私がなんだろう、重い進化入れすぎたんかな。ということで、これをちょっと導入していこうかなと思って買いました。コンパクトだしね、こっちの方が。次が、まあ、フックシンカー系ですね。シンカーが、まず、ピンフリーショット 2.7、5g、7g。まあ、これはね、いつも使ってるものなんでね。補充って感じです。はい、ダウンショットシンカー、 1.8g のダウンショットシンカーです。これはね、やっぱ 1.8 が一番私は使うので、ダウンショットシンカーはちょっとダイワのこれが一番好きです。これが、あとフックキーパーも買いました。ジーニアスの、これスピニング用のフックキーパーですね。なんか新しく出たんかな、これ置いてあったんで。フックが、ネコリグ用の NSS フックパーフェクション、これです。これがロングワーム、太めのロングワーム用と、これが普通のネコリグ用とか。で、スイベルがついてるんで、糸よれしないように。普通のフックだと糸よれがひどいなと思ったので、スイベル付きのものにしました。はい。これも私が一番使うベローズフックの10と20を私は一番使うので、ちなみにいつもウルソックダディを使うときは私は10を使います。めっちゃ見られる。私は10をね、ウルソックダディはよく使います。あと物によって20とか。はい。ルアー類ですね。ルアー類はマジで本当に実用的なものしか買ってないけど、これはねちょっと初めて使うんですけど、最近ねロングアームすごく
自分の中でブームが来てるんで、これを買ってみました。 Gクラックの G クローラーアルファ 8.8 インチのグリパンブルーフレークっていうカラーです。これもすごそうだね。うわーいいね、いつもの匂い。でもこう先端がこうフラットになってるから、ネコリグとかはすごい進化させやすいし、いいんじゃないかなって思って、いろいろこう汎用性が効きそうな形をしてたのでちょっと買ってみました。でまあロングアーム系はまあこれですね、はい、細身の棒アームヌードルレッドウーロン8インチ。これは脳進化でもいいし、ライトキャロでもいいかなと思ったし、ジグヘッドとか、まあ、スプリットショットでも良さそうだけど、まあ、これもいろいろ使い方あるなと思って、野良ネズミと、まあこれですね。ドリフトクロー。いや、よかった、買っといて。ドリフトクロー。まあこれで、まあカバーとか、まあ、レイダウンあれば中に入れたりとか。はい。まあ、これはね、もういつも使ってるので。あとこれ。女性すぎる 3.8 インチ。いや、実用的だな。ね、テキサスとか、フリーリグとか、やるんだったらこれかなっていう。ということで、以上、今回の購入品紹介でした。ありがとうございました。ほいじゃあのー。